ラシャとは、毛織物の一種。織物組織は平織り、綾織り、出式などで、密に織ったものを十分縮重させた後、毛羽の先端を専門して仕上げる。このため表地からは組織の織り目は見えない。12世紀頃セルビアの首都ラサで産したため、この名称で呼ばれ、南蛮貿易により、日本へ渡来した。名称も当時のポルトガル語名称に由来する、外来語であり、 狂気も音を漢字で表した、ラシャを用いる場合もある。ただし、日本語のラシャは、羊毛地の毛織物を指すが、ポルトガル語のラシャは、木綿地を指すため、違いが生じており、南蛮貿易で、日本にもたらされた、当時の記事が羊毛だったか木綿だったかは、疑問が残されている。なお、ラも、シャむきぬ織物に関連する意味を持つ漢字だが、ラシャ自体は絹製品ではなく、 ウール製品である。ラシャは防毛を密によって起毛させた厚地の生地であり、とても丈夫で保温性も高いため、以下のような衣類の生地として用いられる。日本においては羽織や軍服への需要が多かったが、時代の経過により、減少傾向にある。ただし、乗馬ズボンや帽子などには引き続き利用されている。かつてはカッパもラシャで作られていた時期があったが見た目が、 豪華なために富裕な商人や医者が税を競ったため、江戸幕府がこれを禁止したこともある。また、しっかりと編み込まれたシャは、強い難燃性を示すため、火事場織りなどにも利用された。19世紀のイギリスの消防士は厚い革帽子と、ラシャ地のジャケットに身を包んで、消火活動に当たったほどである。厚手のこの生地を加工するために、刃渡りの大きなラシャ切れハサミが用いられる。 ラシャとボールビリヤードで利用されているラシャは、クッション部分を除いて、テーブルはつらを一枚の大きな布で覆い尽くし、適度な針を持つように敷かれている。この針と製品ごとのナイロン合成比率、毛羽立ち具合などによって、ボールが転がりやすい、ボールの回転の影響が顕著に出るなどの癖として現れる。これらの癖は、プレーに大なり小なりの影響を及ぼすため、 上級者はこれらのコンディションを素早く読み、自分のプレイをコンディションに対応させて調整する能力が求められる。前述の通り、ビリヤードで利用されているラシャは一枚の布であるという性質上、加え、タバコから落ちた火種やジャンプボールやマッセの失敗などで、ラシャに穴を開けてしまうとすべて剥がして貼り直しとなってしまう。ラシャの貼り直しには、 ビリヤードテーブルを部分的に解体する必要がある。ため工事費も高く、貼り直している間は一時的に顧客がプレイ不可能になるなどして、ビリヤード場の経営に大きな負担をかけてしまう。そのため、そのような行為に対して禁止している旨を記述したポスターを貼るなどし、顧客に注意を促している店舗がある。また、ビリヤード場によっては、ブレークマットと呼ばれる、 小さなラシャの切れ端が用意されていることがある。これはスピードがあるブレークショットによりナイロンが摩擦で溶けるのを防ぐとともにミスショットの際に急先でラシャを傷つけないようにするための小道具である。ビリヤードで利用されているラシャはブルーグリーンに限らず隠したような色が用意されておりテンポの雰囲気に合わせて選択できるようになっている。プレイヤーはチョーク汚れを目立たせないよう ラシャの色に近い色をしたチョークを利用することがマナーである。また、日本においてビリヤードといえば、主にポケットビリヤードが連想されることもあり、ポケットビリヤードで、おおむね利用されているブルーグリーンのラシャはビリヤードを象徴する。色の一つとして、ビリヤードグリーンという実関用式名が付与されている。このビリヤードグリーンという色は、色彩心理学においては、 精神を沈めて集中力を高める色とされており、メンタルスポーツとされるビリヤードに向いていると考えられている。マージャンパイを置いたり混ぜたりした、際の音を吸収したり、マージャンパイに傷がつかないようにするために毛羽だったラシャ製のマットが利用されることがある。ラシャ製のマットは個別の商品として用意されているほか、こたつで利用する天板の裏側がラシャ地となっているものがあり、 これを代用品とすることも可能である。増補版復職大百科事典488ページ。増補版復職大百科事典488ページ。ババリョージ、ポルトガル語からの外来語、熊本県立大学、2020年12月29日、閲覧。ありがとうございます。